はい、じゃあ今日はね、この海外に飛んでく2人に、こんにちは、こんにちは、こんにちはって茨城弁でなんて言うの、こん、いやどうも、そう、世界、あーマジか、おめえ、何回俺と付き合ってんの。いやどうも、青沼孝太のいやどうもチャンネル。全部嫌どう。どうなの、行くの楽しみ、やっぱし。いや、めちゃめちゃ楽しみですよ。それはもちろん。え、ちなみに1カ国目はどちら？せーので言って。せーの、タイ。タイ。あ、1カ国目がタイなの？そうです、そうです。なんでタイにしたの？よしか風俗行きたい。タイのゴーゴーバーだっけ？バーに行きたいんですよ、バー。まあまあ、バーね。バーにゴーゴーしたいです。だからあれだろ？はい、潤してきてんだろ？そうですね。乾きたくないんですよ、俺。お前でも今乾ききってんだろ。乾ききってるっすね。それは10年間ずっとっすよ。10年間な、乾ききってるのか、はい、そろそろ濡らしたいっすね。あ、潤いが欲しいっすね、潤いが。え、ちなみに全部で、あの旅のご予算でいくら使うんですか。4億とかっすね。おー、すげえ稼ぎだな。海賊王かい。すげえ稼ぎだな。でも、え、それで行くでしょ。これで行きます。よしきも、僕もこれっすね。おで、ゴッキー事務所入っちゃったけど、どうなの、よしきも。もう一人だけなんか有名人になっちゃって、なんか当て目になってんすよ今。ピノキオなんすよ。いや鼻 0.5 ミリぐらい長くなっちゃって、のあんま伸びてねえよ。ウソップかよ。いや、ソップみたいな髪型しちゃう。うまい、すごいよ。そっちの方うまかった今。超わかっちゃった今。超わかっちゃった今。すげえ今、うん、これでもあれじゃない、あのうちで編集する動画で君ら久々に出んじゃないの。ありがとうございます。ありがとうございます。確かに、はい、ねえ、はい、え、だってこの間のあの壮行会みたいな動画出さないの。出しますよ。あ、20日。あ、20日の日、はい、じゃあすげえ久々に出んだ。あれ、なんで来てくれなかったんですか。いけねえだろ、今日あんのによ。待ってたんだけどね。だって、小太郎物産日曜日休みじゃない。俺日曜ファミリーデーだよ。あ、じゃあ家族で、家族みたいなもんじゃないですか、はい、俺らも。いや、うちの息子娘とどっちが可愛いかって言ったら息子娘で。ゴッキー事務所入ったじゃん。今後どうなの。だってうちがなんか YouTube 出てるさ、事務所経営者に怒られるの。どうなんですか。いや、僕が契約したのは TikTok のアカウントだけなんで。ああ、そうなんだ。はい。じゃあ TikTok で何かやってた事務所に金払う必要あるの。それどうなの。確かに、もう分かんないし。それだって仲いいやつは別にいいんじゃないの。金が発生しなきゃいいと思うんですよね。ね、はい、うん、まあだってあんなすごいな、頭そってるだけであんなにバズって思ってなかった。いや、本当ですよね。140万人ですよ。すごいよ。国内の上位ランク乗ってたもんね。たまげだよ、ランキング。ランキング。やばいよ、本当に。でも、ジャパニーズサムライで行くんでしょ。ジャパニーズサムライで。今度、海外、本当にチャンネル登録2万、3万ちょろいんじゃないのかな。サムライが行ったらね。確かに。頑張りたいですよね。え、ごっけ、英語喋れんの。いや。全然、はい、茨城弁だけ。茨城弁も喋れてねえけどね。全然喋れてねえけど。よしきは全然ダメっす。あ、じゃあお店来ました。はい、マクドナルド来ました。ピーポー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 、はい、海外海外、はい、ハローハロー、はい、チーズバーガープリーズ、ワン、ツー、ワン、ワン、セットセットセット、ハウセットチーズバーガー、ノノノノ、フィッチフィッチ、ハンバーガー、チーズバーガーセット、ノノノノノ、フィッチセット、フィッチセット、あ、ハンバーガー、チーズバーガー、はい、チーズオンリー、あ、オンリー、オンリーセット、ノセット、オンリーセット、ノセット、オンリーセット、オンリーセット、Yes、What？ 英語喋れないですか？お前ふざけんな、俺ちゃんとイギリス行ってきたわ。リョウ君はぐれちゃった、はい、タクシー乗って行かないと、はい、ここで待ってるよってゴッキーが連絡です。はい、タクシー乗りました。はい、俺タクシー乗ってんし、My hotel is Grand Hotel。 Grand Hotel? Yes。 Oh, where's Grand Hotel? Where's Grand Hotel? No, where? Yeah? Where? Okay, Grand Hotel, go straight。 Go straight? Yes。 Go straight? Yes。 Oh, I know Grand Hotel, one Grand Hotel, two Grand Hotel, three Grand Hotel, where?No, no, 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 no. One grand hotel. Oh, many, many, no, grand hotel. One grand hotel. No, 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 no. Grand hotel is chain hotel. So, one, two, three, four, five, and where? え、ちゃんと英語教えてるんですよね。英語ちゃんと教えてるんですよね。え、ここで教室やってるんですよね、ちゃんと。待って、
今の英語で分かんない。いや違うよ、オルマさんが英語分かってないだけ。分かってない、分かってない。ヨシキ分かってる。俺分かってる、ちゃんと言ってるのに、うんうん、アンサーが来ない。おかしい、おかしい。これ大丈夫か。大丈夫。大丈夫っすか。あ、じゃあ俺塾の先生やめた方がいいかな。やめた方がいいかな。俺らはね、分かるもんね、うん、俺らは。そっか、はい、俺らは分かるもん、ね、そっか、はい、教えましょうか。あ、頼むわ。ちょっと俺ちょっと自信なくした。いやでもいいですね、久々にこの感じ。今日本当はね、うちの母ちゃんとか、はい、ここにいるそのうちの中学生たちが、はい、ちょんまげ食うすかっつって、はい、会いて会いてって言ってたの、はい、ちょんまげに会いたい、ちょんまげにって、うん、俺はいや、ちょんまげ面白い。俺いいんだろ、茨城さん2人で。そうだよ。でもちょんまげってみんな、おい、ドレッドもいるわ。剃る？ちょっといい。でもダブルちょんまげいいと思うよ。ダブチョン、ダブチョンっすか、うん、あれ、バリカン持った？マリカ持ってくんでしょ。俺は持ってくつもりっすね。あ、ほんと、はい、じゃあ海外でヨシキもちょんまげだ。いや、うん、だってこれ恥ずかしくないっすか。いや、何が。ちょっと待って、でもここまで来て、はい、これで恥ずかしさを今上回る知名度手に入れちゃったよ。うん、確かに確かに、ゴッキーは、はい、確かに見慣れたよ。うん、やりました。なんか最初来た時はアヒャヒャだけど、はい、もうここまで来たらジョッキーじゃねえ、マジで。誰がジョッキーじゃない。ゴッキーがさ、ゴッキーがもうさ、ちょんまげじゃないのさ、はい、ちょっと違和感感じ、もはや。切られてるよ。だから海外だよ、今から。日本もほら国力弱ってくから海外出てくっつうの2人交わってない。え、ちなみに期間どんぐらい行くの。金が尽きるまでなんで、うん、20〜30年がいいのかな。さすが YouTuber、 金持ってんな。いやいや、ないっす。今はゼロです。今はまだゼロです。だって黒版の金まだ入ってねえのか。あれもう全部使いました。あ、酔いで、酔いで。待って、だってカメラ俺が買ってて、あと何使ったの。今は風俗行ったりとか。これノーカットでいい。クラウドファンディングをしてくれた皆さん、本当に私から大変でお礼を言います。ありがとうございました。ゴッキー、およびヨシキは皆さんからいただいた大切な世界旅行のための軍資金、全てキャバクラと風俗に使ったという。なんでじゃあ最後、はい、じゃあヨシキから海外に行く意気込みどうぞ。意気込みっすか。意気込み、意気込み。いや、マジで本当に頑張りたいと思います。何をだよ。何を頑張ったか知んねえけどね。それ服で立てるとどういうこと。イヴ・サンローラン。それどういう意味。まあ、イヴ・サンローランは、まあ、昔からイヴ・サンローランで、だいたい2010年エディ・スリーマンぐらいから、うん、サンローランパリに改名したんですよね、うん、その海外行くきっかけで、うん、俺らもなんか茨城資産から、うん、新たな、うん、新規一点、うん、変われるようなチームを、うんうんうん、でぐちゃぐちゃだな。話投げな。ぐちゃぐちゃだ。ちょっと、じゃあポッキー意気込みは。頑張りたいです。何を頑張る。ね、世界って何頑張ってくんだよ。とりあえずもう本当に頑張りたい。ちょんまげだから、ジャパニーズサムライの知名度は上げて、はい、頑張ります。でそこからなんか茨城にサムライいるらしいぞって外国人客呼んでいただければ、で帰ってきたら小沼さんにお城建てていただくっていう。ね、ゴッキー城。そう。ああ、それいい。いいよね。それいい。うん、城？はい、お城。あ、だから何かしらの成果があったらだな。はい。それはもうもちろん。うん。はい。分かった。はい。じゃあその時はこれうちの動画でうまいぐらい小生編集して出す。最後に、最後にお二人の、ファンに向けて。世界で可愛い子を見つけてきます。はい。はい、全世界何個？各国があるか分かんないですけど、その一各国一人、抱こうと思ってます。りょうくんは大丈夫、裏方としてこの二人で大丈夫かな。まあ死ななきゃいいから。あ、いいですね、はい、まあ世の中なんかない限りで死なないんで。そうですね、生きて帰っていきます。というわけで、新企画、小沼コータがインタビュー、今日は茨城さんの二人でした。ありがとうございました。